はい、今回のスタート地点はですね、桜島を真正面に眺めるジャングルパーク、の屋上からですね、今日はですね、すいません、9月の14日、時刻は5時3分。今見てもらったようにですね、桜島のね、灰がね、こっちにはまだ届いてないんですけどもね、こっち側に向かってる感じですがよ。っていうか、桜島の裾野に沿って近郊湾側に降りてきてるって感じですかね。結構ね、風はね、吹いてるんですよ。だから鹿児島の方に、この辺、要するに与次郎が浜あたりに、こう、降灰がバーって来て、もうおかしくないという感じですけど、あれですね、まだこっちの方には灰は来てないですがよ。もろ今逆光ですがよ、まぶしい。ほんであれ、フロントガラスがね、ちょっとね、汚いみたいでですね。あれでウォッシャー液をかけるんだけども、なんかね、フロントガラス自体にね、やっぱり傷があって、そこにね、残ってるみたいです。もう一回研磨剤をかけないかんですね。これからですよ、冬に向かうわけですから、このお日様が、太陽が、角度が下を向くっていうことは、逆光になる時間帯が多いってことですからね。今日はですね、午前中と午後と分けて撮影したんですよ。ちょっとね、今日はね、日が悪かった。まあ、一つはね、風が、今この状態ではそんなに見えないけれども、結構風が強かったんですよ。だから歩き取りっていうか、あれのほら、ちょっと待ってくださいね。あれですよ。テストを兼ねてですね、キャノンのカメラと、それからビデオスライダーの、テストを兼ねて、行ったんだけど、今日だけに限らず、ここんとこね、あれが、風が強いんですよ。それでですね、ちょっと風景というよりもですね、秋の気配っていうのをこう撮ろうかと思って、こう、まあ草花ですよね、そういうのを被写体にしようかと思ったけど、こう風でね、ウェーってこうなびきすぎなもんですからね、絵にならない。それとやっぱりベビーカーなんかでもですね、風が吹くとですね、結構揺れるんですね。目ではわからないんだけど、そこにカメラを載せてですね、カメラの焦点距離を長い望遠側にするとですね、映像がね、揺れるんですよ。そしたらですね、私が意図した映像は撮れないということなんです。あれですね、それと 鹿児島弁がね、今日はね、鹿児島弁講座みたいなのがね、全然できんかった。なんですかね、頭の中じゃですね、スッスッってできそうな感じがするんだけど、いざこう喋ろうとするとですね、なんかちょっかわりそうですよ。それでですね、次の信号に引っかかった時に、あれです、今までちょっとリストアップしたね、紙がですね、ここ紙があって、用紙がですね、助手席のところにあったのを
さっき見つけたもんですからね。それを見て、なんか言いましょうかね。でないと、今日ね、みんなでね、7本ぐらい撮ったんですよ、このドライブ動画を。で、それを1日2本ずつ上げたところで、3日間ぐらいありますからね。ですから、その3日間全部こう、今日はですね、うまくいきませんがよっていう話になるもんですからね。いや、怖いかんと思って。で、もう最後の1本ぐらいは、あれですよ、カゴマ弁のしゃべ見ろかいね、ちゅう思ってですよ。そいで、こういう時に鍵、今度が赤信号ですね。何がいいですかね。ちょっとね、人にあげたのはね、叱られる。ここにあった本を知らない。これは誰のもの。知ったかぶり。知らないものはない。好きなようにしなさい。そこまではないとかね。だから言ったでしょうとかね。これを鹿児島弁で言えばいけんなどかいってやつ。何回言ってみましょうか。何があった？だったらこうすればいいんじゃない？ってやつ。これはほら、皆さんも結構使うんじゃないですか。なんかこう相談事とか、右か左かっていう時に。だったらこうすればいいんじゃない？だったら右に行けばいいんじゃない？ってやつ。それを鹿児島弁で言うと、そうじゃればよ、右行けばよ。ってこんな感じ。これはね、私なんかが同級生同士で話をするとき。あんよ、どげに、あ、あんよ、ラーメンにするかい、うどんにするかい。迷っちょってや。よ、ないごとせなどで迷ってよ。で、これは、あれですね、うどんにしようかな、ラーメンにしようかなって。いやいや、今でこういう例題をすると、なんでそういうので迷うのっていうかもしれんけど、私なんかの頃はですね、いわゆる食堂、うどん専門店、ラーメン専門店っていうのが、まあ、あったんでしょうけど、私なんかが行くところは、そのほら、住宅街にある、いわゆる食堂なんですよね。ほんで、そこで、まあ、ラーメンをやってる。食堂、うどんをやってる食堂ってあって、まあラーメンをやってる食堂は小さい頃は、小学校の頃はそんなになかったけどですね、うどん屋さんが多かったけど、でそういうところに自分の金で食べに行くってことはほとんどないわけです。だからまあ何ヶ月かに一遍でしょう。だからせっかくだから、どっち行こうかねって せっかくだから悩むってわけじゃないけど、やっぱり友達に、そんなあれなの。友達がそういう気配を感じるわけですよね。まあ、最初から言えば、いけないほら、そういうのを相談するあれはないでしょう。で、友達がですよ、ちょっと、自分の友人がちょっと、なんかこう困ったような顔してるって思うから、なんかあったんかなって思って、おい、なごいよ。おい、何事？って言うと、ないごいよっち、ないごいよ。何事って何事よって。わいがさ、昨日からよ、なんかよ、なんやんじょらせんか、ちょもっせえよ。君が昨日から悩んでんじゃないかなと思ったんだからさ、声をかけただけよっていうことですよね。そうすると、おいやないもんなの、なんやんじょらんどばや。俺は何も悩んでないよって。じゃあどんかよ、わいが顔見りゃよ、悩みがありますし、顔けちゃっと。これはね、お前の顔を見るとですね、いや、お前の顔を見るとね、私には悩みがありますって書いてあるよって。じゃっけ、そうけ、じゃってよ、じゃっておいがわいせ言うてよって、ちょっと言葉遣い悪いんですけども、友達はこういう言い方しましたからね、友達にはね。なのよ、だからお前にこう言うんじゃないか。ああ、そうや。じゃ、どんね、おやね、悩むね、悩み事はねど。だけどね、俺には本当悩み事じゃないんだよ。そうや。ほんの来いや。って、こう言われると、ちょっとそう言われた方は、
なんかあれっけ、俺の悩みって悩みに見えるのだって何だろうって思って、するとその、明日の夕方、お母さんに内緒でちょっとおかしいけど、昼間、一人だけでラーメンか、貯めた小遣いか、お袋の、財布からくすねか、くすねた、私はしませんよ、そういうのはね。くすねた、小遣いで、わがばっかり、自分だけ、なんかこう、食べようかなって思ってる、これかなと思って、で、そこで言うわけよ。ひょっとすればよ、あいかも、ないよ。それ、友人がやっとその、悩みの原因を、突き止められるぞと思ってると。あんね、明日ね、昼ね、ラーメンかね、うどんかどっちか食おうち思っちゃってよ。って言うと男は、友達や、そういうなことでお前もう悩んな、お前は。って言うけども、だけど、やっぱりね、その家庭環境によってですね、その自分の、小遣いで、頻繁に、なんですかね、ここはね、右に行こう。頻繁にそういう、いわゆるラーメンとかうどんを食べられるところと、それからそうでないところってあるわけでしょう。だからそこは説明するわけです。おいげはね、そげんね、うどんやね、ラーメンやね、いってんかってんなね、いってんかってんはわかりますよね。いつでもね、食べられるわけじゃなかったよ。って言うと、あちゃってやち。女よ。どっちが好きやってよ。お前本当はどっちが好きなの？どっちもよ。わいもバカかか。わいもバカかっていうのはその、あれですよ。悩んでる男。うて、その、相談、心配した友達が言うわけです。おいやよ、お前がこつよ、心配しようって、何がって、バカか、バカよち言われんだ、なんて言うや、って言うと、お前よ、あいや、でち、どっちも好きやって悩んて言うち。ラーメンが好きやりゃラーメンを食ってわいも、って言って、その、友達は。あ、そげんやれば、じゃらいねえ。あ、ちょっとすいません、ここ、左側ですね。鴨池小学校。少しでもね、正門が映るようにカメラを左に映してみました。そう言われ、最初は何だったっすかね。そんなことどうでもいいだったっけ。まあ、ちょっとそれが違ってもいいですよね。そしたら、その、要するに友達が、そげなこっちはどっちでよかよ。どっちでよかもんかわいもう。いけんすかね。ほいで、おいやればね。その男が言うが、おいやりゃちゃんぽんや。どっち。ちゃんぽんちないよ。ちゃんぽんも知らんてや。名前しちょどんかよ。ちゃんぽんは双子じゃねえてよ。おいや、本当ですよ。小学校のね、5年ぐらいまではね、私自身ちゃんぽん名前は知ってましたけど、いけなもんか知りませんでしたからね。大体がね、外に行くとですよ。ちょっと待ってくださいね。左行きます。外で食べる。って言ったらですね、もうほとんどあれですよ。うどんの上に酢がつくの。酢うどん。あれ。あるのはネギとですね、ネギとないっけ。あ、つけ揚げ。つけ揚げを。一個がですね、こう斜めにスッてこう切ってやってですよ。それがこう、二つのっちょうような感じ。それがもうある意味ごちそうだったですもんね。要するに自分の家以外で、いわゆる外食は全てごちそうの時代ですからね。だからちゃんぽんを知らんしもいるわけですよ。ちゃんぽんも知らんでや。知らんで切ったらええわい、もう。いつもこれ、このパターンですけど。もうこのパターンだったですよ。オウム返してとかですね。右行きますからね。ほんで、鹿児島弁でですね、仲のいい友達と話を鹿児島で弁でしてると、
なんか喧嘩をしてるみたいな感じに聞こえたりするんですよね。おいがわいがとかですよ。言うあれでしょう。だからね、鹿児島市内のね、言葉分けしてですね、上品じゃないですよ。明治維新で、日本を変えたかもしれないけど、言葉自体はですね、いやいや、私は明治の、人たちがどういう言葉、使ってたか知りませんよ。鹿児島の人たちはですね。でも、私なんかの先生はもう、私なんかこう、友達と喋るような、喋り方やったですかね。教室に入ってきて、なんか、先生がこう、遅れたりするじゃないですか。内科のあれで。そして、来てみれば、ワイは騒動しよう、騒動っていうのは、あれですよ。騒いでたりすると、わあって、こわっちゅうんです。こわあって。わいたーないよ。ほんと、こういうですね。いや、別に、先生が昔不良だったわけじゃないですよ。そういうね、だから先輩から、そうですね。だから、先生なんかも、大正生まれぐらいだったと思うんですよ。利田先生はですね。ほんで、だからその大正生まれの先生なんかがそういう喋り方をしてるっちゅうことは、明治時代の人たちが喋ってたのをそのまま受け継いでるわけだから、明治時代の鹿児島市も、わいたーこわー 本当ですね。こういう言い方。わいたーこわーってこういう言い方じゃないんですね。わいたーこわーってこう、地声みたいなので、何しよっとよっていうような感じですからね。ですから、これがね、一つね、私がこの鹿児島弁で、こう、なんかこう、喋りにくいって言われかもしれませんね。先輩と話をするときもこうだったですもんね。おい、ウェアキャー行けんやったか。ってこう先輩が聞くでしょ。おいで、聞かれると、境地ないですかって。いやいや、仕事や。なんか、ビデオ撮影かなんかしよったら仕事や。ですよ、ですよ。そういよ、そうい。っていうような言い方でしたからね。まあ、今の時代だったら、あれですよ。多分、私には何々くんって言うはずですよ。おまかせくん、今日は君はどこに行ったの？で、これぐらい言うかもしれない。先輩でもですね。ああ、今日はですね、ビデオ撮影に行きました。どげんやったねって、こんな感じでしょうけどね。でも、これでね、言うとこれはね、もう鹿児島弁じゃないですからね。だから、この動画ではもう、いつも昔の鹿児島弁を使うときは、すいませんね、柄が悪いようでっていうけど、もうこれはしょうがないですよ。それとですね、話全然変わりますけど、私にその鹿児島弁の、を喋ってる動画にコメントをくださったんですね、薩摩の少年ジジイチャンネルのしげちゃんさんっていうのいらっしゃるんですけどね、その方がね、鹿児島弁は要するに奥が深いと。自分はまあそのまああのまあ生見あたりに住んでいらっしゃるんですけど、生見からですね、何十キロか行くと「えい」っていうのがあるんですよ。まあ枕崎も含めてですけど、まあ鹿児島の人なんかが聞いてもちょっと分かりにくいってやつ。枕崎の言葉はですね、割と分かります。分かるけど、なんけ全然鹿児島弁と違う。なんかね、おおらか。で、なんかね、こうね、子守歌を聞いてるような感じするんですけど。えいはですね、ちょっとわからないですよ。で、その方がですね、だからその、私なんかも、そこ、近くのえいの、えい町の人たち、今えい町じゃないのっけ？えいの人たちと話をしてもですね、全然通じらんっていうコメントをいただいたんですよ。だから今度、その、しげちゃんさんに連絡を取って、そのエイのほんまもんのエイの言葉を使う人と
話をさせてもらえんかなと言おうかと思ってますよ。で、この前はですね、どこけ、南方神社の六月堂にですね、行った時に、道を尋ねたんですよ、私が。ただね、そのおばあさん、その人がですね、綺麗なね、昔の、薩摩町あたりのですね、喋り方をおっしゃったんです。あたいがごわいな、こえんしもしたやな、とか、こういう言い方。すいません、南方神社っていうのは、どこ行けばいいんですか？って言ったら、南方神社とは言わなかったけど、その方、なんとかご安せばな、こうもう一気ご安さ、っていうようなこの言い方でですね。で、私はその歩き取りをしてたんだけど、その時マイクをですね、胸マイク、ピンマイクを胸につけてたんですよね。そしたら、そのおばあさんの声が全然入ってなかったんですよ。で、南方神社に行って、ほんで、そこが、南方神社の六月堂に出店が出ないということで、もう引っ返した時に、まだそのおばあちゃんが外にいらっしゃいましたから、すいません、こういうものです、お任せテレビですけども、その言葉をですよって、録音したいから、来てもいいですかって言ったら、よしごはんどう、あたいでよかればな、行ってキャンセっつって、その名刺を渡したんですけどね、だからそれが7月の 1日か2日ですよ。ほんで、そいからもう全然ね、連絡してないんだけどね、そういうような風にしてですね、昔のね、私のこの汚い、荒い、雑な鹿児島弁じゃないやつをね、意見化したいなと思って。それに対して、私なんか鹿児島ではですね、こういうような言葉を少しおったですがよっていうやつは、またすると、要するに鹿児島の方言っていう奥深さ、ほんで、鹿児島の方言にもこういうような言い方があるんだなというようなね、いろんなね、ちょっと待ってください、どっかが左に入る、あ、ここから左に入るか。いや、たまにはこうね、違う道もね、通らないとですね。はい。いや、話に夢中になるとですね、もういつもの、いわゆる定番コースみたいなところ、あ、ここからほら、ちょうど正面に見えるのがですね、黎明港大橋、ちょうど西日を受けて、あれ光ってますね。ここ右行きます。あ、初めてですよね、本当ね、ここからあれ、このアングルはね、満潮気味ですよ、ほら。で、風が強いもんだから波立ってる。まああれですね。鹿児島弁を、無理にすると、自分が乗らない時にしてもしょうがないですから、あれですけどもね。まあ乗らなくても、とりあえずはちょこちょこっと喋ってみて、あ、すいません、キャー鹿児島弁はもうやめますとかいうような、あれにしましょうかね。ほいで今日はですね、帰ってから、またその、ゆめこ姉さんと、企画してる、アーカイブ動画を使った、なんですかね、1960年代の鹿児島弁でのラジオドラマっていう、それもね、ちょっとね、強引に吹っ込みますからね。それはね、アフレコでします。はい、そういうことですね。取り留めのない話だったですけども、この辺りでお開きになります。あ、ちなみに正面、そこの横はね、産業道路ですがよ。はい、ありがとうございました。